皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。さて今回の特集はアイナシイメージキャラクターの名前を募集しますについてお送りします。さて長池にある豆なしアイナシ自生地にやってきました。今回はここからアイナシイメージキャラクターの名前を募集しますについて文化スポーツ課の田中さんにお話を伺います。田中さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ長池の豆なしアイナシ自生地は尾張旭市指定文化財に指定されている天然記念物です。豆なしは豆のような小さな実をつける梨の仲間で絶滅危惧種となっています。アイナシは豆なしと梨の自然雑種で全国的にも数箇所しか確認されていない貴重な植物です。どちらも4月に綺麗な白い花を咲かせます。武田さん、後ろに見えるのが豆なしとアイナシの木です。こんなに貴重な植物が尾張旭市にあったんですね。そうなんです。この貴重な豆なしアイナシ自生地のことをもっと皆さんに知ってもらい身近に感じてもらえるよう令和4年度に豆なしのキャラクターを作り名前を募集して豆なしに決定しました。豆なしがこちらです。豆なし可愛いですね。でもこれ原始人のような服装をしているのは何か理由があるんですか？豆なしが氷河期の依存植物なので原始人がモチーフになっているんですよ。なるほど、そういうことだったんですね。確かにこうキャラクターがいると親しみが湧いていいですよね。それで今回はアイナシのイメージキャラクターの名前を募集するということなんですね。はい、豆なしのお友達のアイナシのイメージキャラクターがこちらです。なんか豆なしと比べるとこう全体が大きな実になっているのが特徴ですね。豆なしもアイナシも秋になると実を実らせますが豆なしの実が直径1センチ前後なのに対しアイナシの実は直径2から3センチと豆なしよりも大きいんです。なるほど、じゃあキャラクターの特徴としてこう覚えやすくていいですね。はい、ぜひ特徴を覚えていただいてこのキャラクターに合う名前を応募していただきたいです。ではこの名前を応募するにはどうすればいいですか？市役所ロビーの応募箱に投函していただくか画面に表示してある二次元コードで応募してください。期間は7月2日火曜日午前8時半から7月12日金曜日午後5時15分までです。わかりました。自分の考えた名前がこの子の名前になるかもしれないって考えるとワクワクしますね。私も考えてみますね。ぜひお願いします。ところで田中さん、この豆なしアイナシは誰でも近くで見ることはできるんですか？実はこの長池の豆なしアイナシ自生地は普段は保護のために立ち入り禁止となっているんです。ただ春と秋に開催する観察会では入ることができます。専門家の話を聞きながら間近で花や実を見ていただくことができる貴重な機会ですのでぜひご参加ください。開催日などは広報誌などでお知らせします。わかりました。観察会にもねぜひ参加してみたいですね。皆さん尾張旭市にある貴重な植物アイナシのイメージキャラクターの名前を募集していますよ。ぜひ名付け親になっていただいて豆なしアイナシを多くの方に親しんでもらいましょう。それでは田中さん問い合わせ先をお願いします。はい、問い合わせは文化スポーツ課電話番号 53-1144 へお願いします。わかりました。田中さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん7月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。お好きな時間帯にご覧ください。次回7月15日号はご覧の通りです。どうぞお楽しみに。最後の朝ピートのゲームも楽しんでくださいね。それではさようなら。今回はじゃんけんで勝負。それじゃあいくよ。じゃんけんぽん。次回もアサピーと遊んでね。